インストラクター予備校へようこそ。おはようございます。おはようございます。はい、ということで今日もインストラクターさんの身になることをお話ししてみたいと思います。はい、それでは、はい、今日はおむすびさんでお願いいたします。はい、お願いします。はい、はい、私が今日ちょっと持ってきたネタなんですけど、よく今テレビで岸田総理が定額減税がどうのこうのっていう話をしてると思うんですけれども、お二人定額減税って、まあ、言葉は聞いたことあると思うんですけど、どういうことかご存知です？いや、言葉もあまりない。あんまり聞いたことない。新平さんは？いや、もはやなんかありそうな言葉すぎて、古からある言葉なのか最近できた言葉なのかすら。なるほど。定額減税でしょ。はい、多分古からあってもおかしくはない言葉ですね。源泉所得税とかと同じぐらいの、同じぐらいの、最近の話なのっていうぐらいの、この1年くらいでなんか自民党の方で決めたみたいなんですよ。最近の話なんです。最近の話、特幹工事であの税金減税っていうか税金下げますよみたいな話です、うん、はい、ざっくり言うと。はい、はい、で、まあ、制度としてはその1人当たり、所得税3万円と住民税1万円の合計4万円を引きますよっていう制度なんですよ。はい、はい、でそれってまあこの、まあ、動画なんでフリーのインストラクターさんはその減税ってどうやって受けるのかなっていう話をちょっとしたいと思って。ただ生きてるだけじゃ受け取れないってこと？生きてるだけじゃダメです。ダメなんですか？ダメですね。はい。じゃあまず会社員、要は給料をもらってる人は気にしないでも勝手に手取りが増えるぐらいの了解でいい。そうですね。会社員インストラクターは何もしなくていい。そうですね。会社員で雇われてるインストラクターさんは会社の方が勝手にやってくれます。なるほど、はい、やってくれなかった会社がいたらやばいなみたいな、そうですね、やってっていう一応決まったから会社の方でやってっていう、まあ、事務負担が増えるよみたいなことをいろいろまあニュースで、まあ、やってるんですけど、はい、まあ、雇われてる会社インストラクターさんは、まあ、会社の方で大体やってくれます。じゃあ気にしないとして、そうですね、じゃあフリーの人がどうするかっていう話ですね、はい、そうですね、はい、フリーの人は勝手にやってくれるんじゃなくて、はい、確定申告をすると来、まあ、確定申告なんで1年に1回3月ぐらいに確定申告、はい、所得税するんですけど、はい、その時に、はい、まだどういう、まあ、その用紙が申告書の用紙がどうなるかっていうのは分かんないんですけど、定額減税 を受けるっていうことで確定申告の税金から引かれるんですよ。なので実際引かれるのは、来年の3月ぐらいに納める税金から引かれるって感じですね。それって確定申告したら勝手に引かれるんですか？まあそうですね、確定申告して、はい、で多分今年の、まあ、税金の計算の仕方って毎年毎年ちょっとずつ変わってるんですね。なのでその年のやり方に沿って申告書を作ると引かれるっていう状態だと思いますね。ああ、なるほど。いや、はい、要は簡単に言うと、はい、今までもやってる人じゃないですか、多分。そうですね、今年から始めましたの人は、はい、まあ、初めてだからあれですけど、基本今までフリーで活動されてる方って毎年確定申告はしてるはずじゃないですか、はいはい、で今までと同じやり方でやった場合はじゃあ受け取れないってことなんですか？いや、今までと同じやり方でやってって、最後の最後で税金計算するときにその定額減税がいくらっていうのが、はい、がまあまあ、例えば3万円なら3万円引かれるような計算にの仕組みでできると思うんですよ。実際ちょっとやったことないからまだ分かんないですけど、まあ、要はそれをインストラクターさん覚えておく必要があるか、ね、覚えなくても間違ってたら、あなた間違ってるよこれ引けるよって言って引かれてくれるのかが気になってます。多分間違えてたら、はい、まあ税務署というか国の方で間違えてても多分教えてくれないんじゃないかなと思うんですよ。最悪ですね。ですね。なのでちゃんとこの動画見ていただくとか、もしくは2月3月ぐらいになると定額減税がいくらです、いくらいくらとかまた話題になると思うんですよ。その時にちゃんと
ああそういえば今年は定額減税ってのあるなっていうのでちゃんと注意して確定申告してもらったらいいと思いますね。じゃあ来年の2月か3月ぐらいに思い出せってことですか。そうですね。なるほど、はい、うん、はい。であとまあフリーのインストラクターさん の, か、うん、あの定額減税はもう一パターンあって、あの前の年去年に税金を、まあ、ちょっと多めに納めてるような人っていうのは年の途中であの、まあ、予定納税っていうんですけど年の途中で2回ぐらい、所得税を納めてねっていうのがあるんですよ。お、はい、でその時に納める税額からも、まあ、それはなんか自動的に計算されてるらしいんですけどそっから引かれる人もいるんですよ。その人はじゃあ3月にやんなくて、やんなくて、年の途中で、まあ、減税されてるっていう状態ですね。ほう、なんかもう自分で話しててだいぶ複雑だなって今改めて思ったんですけど。なるほど、はい。まあ、でもそのなんていうんですか、中間、まあ、中間でやる人たちは、はざっくりいくらぐらい稼いでる人なんですか。前の年にこう10の税金を納めた金額が15万円超えてるような人はあの年の途中で、はい、あのちょっと納めてねっていう風にな制度になってるんですよ。じゃあ結構いるって。結構いるんじゃないですか。あの普通にこう、まあ、生活できるぐらいにあの収入があるインストラクターさんだと年の途中で2回ぐらいあの毎年毎年納めてると思うんで、そういう人はあの勝手に引かれた金額が あなたこれだけですよってことで連絡があって、でそれを納めるっていう形ですかね。なるほど、はい、だいたい分かったような、はい、分からないような、はい、まあ、リマインダーに入れとけっちゅう話ですかね。そうですね予定にあの確定申告やるっていうところに定額減税って一応入れとけば忘れないかなっていう。まあまあ、あの一応その多少でも、まあいただけるものが、そうですね、うん、あることだから、はい、ちゃんと覚えとこうよっていう。そうですね、あの会社員みたいな感じに勝手に引かれないんで、なのでちょっとまあご自身の状況をまあいろいろこう、まあ、勝手にその中間で引かれてるのか自分で確定申告で注意しながら計算しなきゃいけないのか、そこはちょっと覚えておいた方がいいかなと思いますね。なるほど、はい、うん、なるほど。まあでもフリーの人でももらえるよっていう、そうですね、ことですね、はい、はい、了解しました、はい、で一応税額がまあ4万円引けますよ、引かれますよっていう話だったんですけど、それはあの本人とあと例えばお子さんがいたりとか、あの旦那さん奥さんがいてその人たちを扶養してますよ、養ってますよっていう人は、その養ってる人に対しても4万円なんで、例えばご本人とあのお子さん1人いるよっていう方だったら、合計で、まあ、8万円が引かれるっていう計算になるので、自分だけじゃないですよ。なるほど、はい、だからお子さん多い家の方が、まあ、たくさんもらあの 引かれるって感じですね。なるほど、はい、まあ覚えるとこ行きたいですね、それはね。そうですねあの覚えとかないと損しちゃうよ、損しちゃうんでことですよね、うん、はい、うん、対象者なだけで、あの申請しないと、そう、自分で申告しないとダメなんで、うん、ってことね、はい、なるほど。なんかでもコロナの給付金なんか前に10万円もらったやつあったじゃないですか。だね、ありましたね。あれも自分でなんか申告しないともらえないんですよね、確か。そうですね、なんかそんな感じでしたね、はい、やりました。思い出した、やん、そうだよ、やんなかったんだよ。だ、やんなかったんですか、うん、やんなかった。なんで忘れてた。忘れてた、多分そうじゃあ国に10万円寄付してきたみたいな感じですか。よくわからないそう思っていいのか。なのでこういったこともあるので、あのそうですね、あのフリーのインストラクターさんはその定額減税というのはせっかく、まあ、減税があるので、まあこうそうですね、ちゃんと手続きやってしっかりもらえるものはもらってっていう感じでしてくださいと、はい、そうですね、いうことですね、はい、
はい、わかりました。おむすびさん、さすがでございます。ちょっとまあ税金とかそういう給付の話だったら、はい、ちょっと何かこう伝えられることがあればなと思って。ありがとうございました、はい、引き続き、はい、よろしくお願いいたしますよろしくお願いします。はい、ということで、なんだっけ、定額減税、定額減税忘れちゃった、定額減税、定額減税、みんなに関係がある。で、要は稼いで15万以上納付してたら関係がある、まあ、どっちにしても関係はある、どっちにしても関係はある、はい、どっちにしても関係はある話なんで、あのぜひ覚えてリマインダーに入れといていただければ、まあ、会社員はいいけどっていう感じですね。そうですね、はい、はい、ということで、また何かお得情報、これがお得情報だったらわからないけれども、あの配信してまいりたいと思います。はい、それでは皆さん本当にいつもありがとうございます。失礼します。おやすみなさい。